聖酒、最後の言葉。佐藤トラミ。佐藤トラミは、帰宅途中の女子高生を強姦、虐殺し、死体を荒れ地に埋めたことで死刑判決を受けました。過去に逮捕歴があり、死刑確定後も何度も再審請求を行っていました。刑務官から死刑執行の宣告を受けた時は、180cm100kg 近い巨体で、暴れ回ったと言われています。いざ最後の執行となるも、手錠と腰縄を外した途端、再び大暴れ、刑務官を投げ飛ばし、わめき散らし、それをようやく取り押さえ、刑場に引きずり、強引に首にロープをかけて吊るしたそうです。執行までに、50分を要したと言われています。そんな佐藤トラミ、執行前の最後の言葉が、やられてたまるか。